の首輪をつけた青年ね。黄金の首輪をつけた青年ね。どの仕事を紹介し、ロボット山で何か異変が起きているら、依頼人の神話のも包丁一本を高値で買い取ってくれるってすごいですね。料理が好きなのか刃物が好きなのかわからんが、とにかく高値で買い取ってくれるそうだ。へえ、じゃあたくさん買っていけばお金持ちになれちゃいますね。ああ、あの男の手が20本あって同時に包丁を操れるなら大量の包丁も買ってくれるだろうよ。あの村の者たちが店を出すとは、随分と心境の変化があったものだな。変化したのは本当に心境なのか？私には信じられん。黄金の首輪を大ありだとも。その人にはすでに彼女が。そんなことは知らん。それは誰かが海岸の町で見かけたとは言ってたけど、首輪の男は。仕事が、それはさておき。黄金の首輪をつけた青年？ああ、彼のことね。そうね、もう5年も会ってないわ。でも、そんなによく待てるな。彼は帰ってくるって約束してくれたからね。約束すらしてくれない前の夫より全然信じられるわ。みんな、その青年に騙されているのではないのか。ああ。俺もその青年の本性が見えてきた。最近は景気が悪くてね。ああ、あのうさんくさい青年か。違法品を取引してるのが見つかって
北に逃げたとか聞いたよ。あんな大きな船、黄金の首輪をつけた青年。やれやれ。あの船、本当に喧嘩ばっかり。この赤いカバンも、それはさておき。次から次へと飽きもせず女を変える男だ。全くです。浮気なんてありえないですよね。いつか奴も女の恨みを買って痛い目に遭うぞ。本人に悪気はないんだろう。浮気も解消って言うし。ひどい。そんなの勝手すぎますよね、カイネさん。まずを切り落とす。やっぱり浮気は良くないな。いらっしゃい。今日はちょっと聞きたいことがあって。5年くらい前に黄金の首輪をつけた男がこの辺にいなかったか。ええ、よく見かけましたよ。母さんとよく話してましたから。まさかあの時母親と一緒にいた。どうかしましたか。いや、何でもない。仕事中にすまない。放っておくわけにもいくまい。依頼人と弟にはどう伝えるんだ。どうするかな。いや、ああ、さらっと言って武器の素材。ああ、魔物たちがエレベーターの設備を壊しちゃった。その壊れた場。わかった。素材をロボットどもがまた完成し、ついでにロボットで。ところで本日はどんなご用ですか。ありが弟には伝えない方がいいな。確かに。最後まで好きな女と共にいられたのだ。幸せであったことだろう。死ぬことは幸せとは言わない。本当のことは我々には分からぬよ。Thank you.
彼氏の消息が分かったよ。本当？どこにいるの？残念ながら5年前に亡くなっていたみたいだ。ロボット山で。そんな気はしてたのよね。5年も音沙汰がないなんて、それしかないもの。ありがとう。これで気持ちの整理ができたわ。奥まで調べてくれてありがとう。これ、お礼ね。